ネタバレなしの映画紹介です。動画配信サービスや、レンタル DVD で、比較的簡単に見ることのできる映画をご紹介します。今回は、カルメンという名の女。監督は、ジャン・リュック・ゴダール。1983年の作品です。精神病院に入院しているゴダールのもとに、彼の姪、カルメンが訪ねます。映画制作のため、ゴダールが所有している無人のアパートの一室を貸してほしいと頼むカルメンでしたが、果たして彼女の真意とは、というお話です。出演は、マルシューカ・デイトメレス、ジャック・ボナフェ、ミリアム・ルーセル、ジャン・リュック・ゴダールほか、カットインされる海岸、高架鉄道、そして弦楽四重奏、場違いな効果音と、意味不明な役者たちのセリフと挙動。それでも何度も見直したい不思議な映像美。ハリウッド映画だけが映画じゃないことを噛み締める名作です。最後までご視聴いただきありがとうございます。できましたら高評価、チャンネル登録をお願いします。